私のぬか漬け食べていかぬか。花瓶のデザインに花瓶になる。留守番頑張るす。すーすー。ヘロー、アイ。遅くなってごめんね。カナ、マリ、全然大丈夫だよ。一人ダジャレしりとりで時間潰してたし。てか、そもそも時間ちょうどだから別に遅くないよ。ダジャレしりとり？アイさんの有意義な時間の使い方。パッとダジャレを思いつくための練習だよ。今年のスイカは安いかい？イージーな心じゃイージーは書けない。ジャパニーズダジャレ面白いわよね。マリーも言えるわよ。泥棒がこっそり盗んだ金属はスチール。道を曲がるときは全部右よ。オーライ。オーライはわかるけど、最初のはなんでスチールなの？こっそり盗むっていう意味の英語と鋼を意味する英語はどっちもスチールなのよ。綴りは違うけど、同音異義語ってやつね。英語のダジャレか。あれって単語も熟語もいろいろ知ってないとできないから結構むずいよね。なるほど。まあダジャレ談義はまたそのうちってことで。それより今日はよろしくね、アイちゃん。おっと、そうだった。今日はアイさんが二人に古き良き東京の下町をドドーンと案内しちゃうよ。がっつりみっちり楽しもうね。やっぱ下町といえば街並みがいいよね。商店街の元気な声、気さくな住人たち。初めて来たのに初めての感じがしない不思議な懐かしさ。人がたくさんいて賑やかだね。でも駅や高層ビルがある場所で感じる賑やかさとはちょっと違う気がする。都会の忙しい空気とは違う時間の流れが少しだけ優しくなったような。愛ちゃんの言う通り不思議な感じがするね。これが下町マジック。マリーの中にあるジャパニーズハートがノスタルジーに震えているわ。気に入ってくれたみたいでよかったよ。東京にはいろんなところに下町って呼ばれる場所があって、それぞれに有名な建物とか観光スポットとかがあるんだけどさ、私はそういう特定の場所や建物だけじゃなくて、そこに住む人たちが作り出す日常風景も大好きなんだ。愛ちゃんの気持ちわかる気がするよ。街の優しい雰囲気が伝わってくる。ほんとね、マリーもすっかり下町カラーに染まっちゃったわ。はや、まだ来たばっかりなのに。そういえばさっきいろんなところに下町があるって言ってたけど、下町という言葉は特定の地名なわけじゃないのね。そうだね、昔低い高さの土地にある町のことを下町って言ったらしいけど、職人や商人が住むエリアのこともそう呼んでたみたいだよ。昔から活気と人情味がある土地柄だったんだね。こういう空気、私の性に合ってるかも。観光だからって変に構えなくてもいいというか。お、お、カナンも気に入った感じ。住んじゃう、下町っ子になっちゃう。それとこれとは話が別。なんだよ、釣れないな。あの、すみません。ん？あなたたち、やっぱり
人ともどうしてここに？お昼に美味しいラーメン食べに行こうってかよちん誘って向かってるところにゃ。その途中でカナンさんたちに似てるなって人を見かけたから思い切って声をかけてみたんだけど、そしたら本人だったっと。いや、ほんとすんごい偶然。マリさんたちはどうしてここにいるの？旅行？愛のガイドで下町巡りよ。風情あふれる日本の街並みをエンジョイしに来たな。今日一日で二人をがっつり下町文化に染めてやるつもり。帰りたくない、ここに住むって言わせるのが今日の目標。知らない間に怖そうな計画が練られてた。マリンはオッケーっぽいから、あとはカナンにもう一押し。楽しそうにゃー。リンも染まってみたい。そんな風に言ってくれると地元民として嬉しいよ。ご褒美に顎の下なでなでしてあげよう。そうげなでなで。ぐるぐるぐわにゃんにゃん。じゃあこの後リンと花代も一緒に回らない？え、いいの？私は全然オッケーだよ。カナンは？意義なし、一緒に行こう。じゃあお言葉に甘えてよろしくお願いします。じゃあ早速。あと、そういやリンと花代はラーメン食べに行くんだっけ？みんなも一緒に行くにゃ。リンおすすめのラーメン屋さん紹介するよ。いいの？いや、こっちから誘っておいてなんだけど。もちろん、大人数で食べた方がご飯は美味しいから。じゃあ行くか。私もおすすめしたいとこあるんだよね。余裕あったらはしごしない？ラーメンだったらいくらでも食べられるにゃ。ほどほどにね。餃子も美味しかったね。でもちょっと食べ過ぎちゃったかも。お腹が苦しい。それじゃあ落ち着くまでちょっと楽してみる？楽？実はここからちょっと行ったところに人力車の乗り場があるんだ。どう？次は人力車に揺られながら下町の風景を楽しむってのは。いいわね、面白そうだわ。リンも乗りたい。私も。人力車ってなかなか乗る機会ないし、みんなと乗ってみたいな。人力車は観光ガイドで見た時から興味があったんだ。でも突然行っても乗せてもらえるのかな。予約も何もしてないんだけど。今から行くのは予約がなくても乗れるところだから大丈夫だよ。早速行ってみよう。やっほーガタガタ面白いにゃ。天気もいいし絶好の人力車日和だね。日常風景を楽しむのもいいけど、せっかくだから観光っぽいこともしとかないとね。なんだかいつもと景色の見え方が違う気がするにゃ。映画の世界みたい。そうだね。ゆらゆら揺られてお腹もいっぱいで
日差しも気持ちよくて。にゃ、かよちん目がとろーんってしてきてるにゃ。ファンタスティック、これが人力車の乗り心地なのね。自動車ともクルーザーともヘリとも全然違うわ。あははは、人力車とヘリを並べるのは世界中でもマリーだけだね。愛はよく乗るの人力車？いや、さすがに私もめったに乗らないよ。今日みたいに特別なお出かけをするときだけ。だからこそ新鮮で楽しいんだけどね。じゃあ、愛ちゃんも今は私たちと同じで観光気分ってことかな。そうかも。かよちーん、かよちん、ほんとに寝ちゃったにゃ。もう食べられない。ありゃりゃ、風が気持ちいいものね。なんか私も眠くなってきた。え、ちょっとカーナン、せっかく人力車に乗るなんてレア体験をしてるのよ。ウェイキャップ。歩いたわね。人力車を降りてからいろんなところを見て回ったもんね。じゃあ休憩タイムだね。たくさん歩いたおかげで小腹も空いてきたし、軽く何か食べられるお店を探そうか。ねえ、見て見て、ソフトクリームの看板があるにゃ。あそこで食べようよ。甘いものか、今の私たちにはちょうどいいね。うん、冷たくて美味しいにゃ。本当だね。もう一個食べようかな。お腹壊すよって言いたいところだけど、私ももう一個食べたいかも。次は別の味買ってみよう。どれにしようかな。たくさん種類があって迷うね。じゃあ今度はそれぞれ買った味をシェアしない？マリーは小豆味を食べてみたいの。小豆、美味しそうだね。私はメープル味にしようかな。リンはバナナ味にする。すみません、ソフトクリーム追加でください。カナンさんのブドウ味おいしいにゃ。リンちゃんのバナナ味もおいしいよ。次はどこに行くの？カナン、マリー、どっか行きたいとことかやりたいこととかある？そうね。あ、確かこの近くに有名なお寺がなかったかしら。そこに行ってみたいわ。お寺ね、了解。人力車で通った道からもお寺みたいな建物が見えたよね。確かあっちの方だったような。リンちゃん、急に走ったら危ない。にゃ、リンちゃん、うわ、大丈夫？派手に転んだけど怪我してない？にゃ、大丈夫。でもあーちゃん、ソフトクリームが服にべったりくっついちゃったね。大変、すぐ洗わないとシミになっちゃうわ。どこか洗える場所は？でも
服がびしょびしょになっちゃうわね。それなら私の家に行かない？花代ちゃんの家？うん、私の家、今リンちゃんの服が置いてあるから。リンちゃん、服今洗濯機で洗ってるからね。ありがとう、かよちん。どうして花代の家にリンの服があるのか不思議だったけど、お泊まりする予定だったのね。うん、かよちんが誘ってくれたんだ。今日は家族がみんな用事で出かけちゃってて、私一人だけなの。だからリンちゃんが来てくれたらいいなって思って。いいな、お泊まり会ってめっちゃ楽しいよね。それにしても今からパジャマ着ちゃうの？服が乾くまでの間だけにゃ。ねえ花よ、この棚に並んでる CD や DVD って全部スクールアイロン関係のものなの？そうだよ。へえ、スクールアイドルってこんなにいろんなもの出すんだね。かよちんのお部屋に来ればスクールアイドルのこと何でもわかるんだよ。リンもミューズに入ることになってからここでいろいろ勉強したんだ。グッズもいろいろあるね。あ、この缶バッジ、そういえばルビーちゃんも同じやつ持ってたな。え？そうなの？スクールアイドルの中でも三本指に入る人気を誇る伝説級グループの活動開始3周年記念ライブ限定プレミアム缶バッジを？うん、確か同じものだったと思うよ。あれ？でも色が違うかも。これは緑色だけど、ルビーちゃんのはピンクだったような。5色ある中でも販売開始から3分も経たずに売り切れたというピンク。あまりに早く売り切れたせいで存在が半ば幻と化しているピンク。花代がかつてなくエキサイトしてるわ。かよちんはいつもこんな感じにゃ。おっとり花代の熱い一面か。面白いもん見れたわ。記念にムービー撮っとこ。服、綺麗になってよかったね、リン。うん。もう夕方だ。そろそろ失礼しようか。あ、もう帰っちゃうにゃ。あ、そうだよね。電車の時間とかあるし。でも、3人がいなくなっちゃうの寂しいな。そんなシュンとした顔されたら帰りたくなくなっちゃうわ。うるうる目の子犬に見られてるみたいで胸にくる。そんなこと言ったら愛さんたちまで花代の家に泊まっちゃうぞ。全然大丈夫だよ。え？みんなともっとお話ししていたいなって思うし、あの、もし迷惑じゃなかったら今日うちに泊まっていきませんか？めちゃめちゃ元気じゃん。わかるけど、愛さんも昼間よりテンション上がってるわ。お泊り会で一番楽しい時間ってやっぱり寝る前よね。こら、夜なんだからもうちょっと静かにしなって。ふう、お風呂気持ちよかった。あ
花代ちゃん、ごめんね、騒がしくて。ううん、賑やかでとっても楽しいよ。コナンさんたちの方こそ泊まってくれてありがとう。予定変えさせちゃってごめんね。 No problem。 楽しそうなことはためらわずチャレンジするのが人生を豊かにするポイントよ。予定は未定ってね。私もお泊まり会好きだから全然 OK よ。それより夕飯の時に出た漬物、あれぬか漬けだよね。うん、白いご飯とよく合うからお漬物は常備してあるんだ。あのぬか漬けは買ってきたものなんだけど、今度自分でも作ってみようかと思ったの。マジで？それなら愛さん相談乗っちゃうよ。おばあちゃん仕込みのぬか漬けスキル伝授してあげる。本当？こんなに漬物に熱あげてる人初めて見た。てマリー何読んでるの？花よスメモリー。本棚にあったからちょこっと覗いてるの。アルバムにゃー。あ、すごい、小学生の頃の写真だにゃー。懐かしい。もう勝手に読んで。気にしなくていいよ。ちょっと恥ずかしいけど変な写真はないと思う。リンと花代は小学生の頃から一緒なのね。二人ともベリーベリーキュートだわ。あ、こっちの写真、小学校の運動会のだ。カヨチンがパン食い競争で1位になったやつ。あ、その写真は見ちゃダメ。口いっぱいにパンを頬張ってて変な顔になってるから。そんなことないよ。パン加えて走る時の顔なんてみんなこんなもんでしょ。花代ちゃん、昔はメガネかけてたんだね。今はコンタクトだっけ？いつ頃変えたの？ミューズに入った時だよ。それまでの私は好きなことややりたいことがあっても自信が持てなくて諦めてばっかりだったの。でもミューズに入りたいって思った時、リンちゃんやマキちゃんが背中を押してくれて一歩踏み出すことができた。だからその一歩を一歩きりで終わらせないように、ちゃんと変わっていけるようにまずは見た目を変えてみようって思ったんだ。かよちん、ジャッナイス、素晴らしい決心だわ。ミューズの小泉花代はそうやって生まれたのね。ミューズとして歌う花代、めちゃくちゃ眩しく輝いてるよ。一歩どころか猛ダッシュしてる感じじゃん。そうかな。ありがとう。そうなれてるなら嬉しいな。カナンさんはいつから一緒にいるの？高校？リンちゃんや花代ちゃんと同じだよ。小学生の時にマリが内浦に引っ越してきて、それからダイヤも入れて3人でよく一緒に遊んでたんだ。その頃の写真とかないの？今？中学の時のならスマホにあると思う。それより前は昔のアルバムだね。私はいっぱい持ってるわよ、カナンの写真。ダイアナもね。一番古いのはこれかしら。おお、カナンもダイアもちっちゃい。かわいい。カナンさんの髪型お団子だったんだね。今は二人ともスラッとしててかっこいいのに、この頃はほっぺたぷにぷに、マシュマロみたい。なんでそんなに昔の写真が。
しかもスマホに？留学する前にアルバムからスキャンしておいたの。あの時は私たちの心バラバラだったでしょ。そんな状態で私だけ二人のそばを離れるのは寂しかった。だから繋がってた頃の写真を持って行ったの。いつかまたあの頃と同じように。だったらもう持ってなくてもいいじゃない。ん？ちゃんと繋がれたんだから、あの頃よりもずっと強くね。そうね、今はあの頃よりもずっと強く、ハートの深いところでみんなとつながってる。でも写真は消さないわ。別にいいけど、あんまり見せびらかさないでよ、恥ずかしいから。幼馴染が同じ高校にいるって面白いもんなんだね。虹ヶ崎のみんなはお互い高校で出会ったんだっけ？うん、生まれた場所も育った環境もみんなバラバラ。まあ全員初対面だったってわけじゃないけどね。リナリーとは同好会入る前から友達だったし、小さい頃の同じ思い出を持ってるわけじゃないけど、その代わり自分が知らない世界の話を聞けるからすごく楽しいんだ。バラバラだから楽しい。みんなと話してると自分と違う価値観がたくさんあるんだなってわかるんだ。わかると自分がレベルアップできた感じもして嬉しいんだよね。面白い例えね。でもその通りかも。人生というゲームでたくさんの人と出会って成長する。どこまでレベルを上げられるかが勝利のキーね。勝利って何と戦うつもりなの？世間のあれこれ？ねえねえ、それじゃあ凛たちも今レベルアップ中ってこと？アクアや虹ヶ崎のみんなと友達になってから知らないことたくさん教えてもらったし。そうだよ、私たちみんなお互いレベル上げ合ってるんだよ。私今レベルどれくらいなのかな。10くらいかな。それは低すぎない？ますますみんなとおしゃべりしたくなっちゃうわね。もっといろんな話をして自分はエボリューションさせましょう。